クゼを洗いました。もしですが。どういう？つまり、あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕。何？今、私が掴んでいる情報は。そのためだけ。ええ。ですが、ご心配なく。私、堂島組が、うちの動きに気づくまで、もう少し時間がかかると思って。その割に小田は。小田さんにもまだ伝えてないことですが。え？訳あってまだ接触はできていません。ですが、その人物をうちが抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ。一日ください。ただし、たくあんたを今阿波野に売り渡せば。あなたがそういう人なら、明日連絡します。どうかそれまで。おい、今月ピンチだった。ああ、
にもくれ。ジャズだ魚。カッコつけてんじゃねえ。じゃあ。ご機嫌いかがでしょうか。ドルチェ神谷のおはがきドルチェ、今回のお便りは、いやいや、コングラチュレーション。何？ああ、See you next time。何？え？いや。ジャリンジャリン稼ぐぜ。
おお。いらっしゃいませ。ああ、桐生さん、錦山くんと小田さんはもう帰ったわ。錦山くん、何が起きてるのかよくわかる。いかがでしょうか。ドルチェ神谷のおはがきドルチェジャッジメントカスクスター See you next time. よっしゃ、読まれたぜ。ああ機嫌イドルチェ神谷のおはがジャッジメントカスクスター読まれたぜ。ドルチェ神谷の今回のお便りは See you next time。
おい。はい。神野郎、今回のお便りは See you next。
ああ遊んでから帰りたいですよね。上等だ、資金投入しのぎ切ったな。お前に任せた。おい、はい。今回のお便り、See you next!
おお。夜明けだ。キリュウは立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ、うん、親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱりキリュウは始末します。やつは立花をおりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええええ、では。構いませんよね、クゼの兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでください、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといえ桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。マラ、キリを探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出した。へい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
おい、人集めてこい。ピッ。街中逃げ。おい、分かってんな、キリュウ。抵抗したって無駄だ。おっ、こっちは一人だ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。Yeah!
逃げ場はないぞ。とにかく30秒で来い。悪かったな。ここまでだ。
ねえ、ヤクザに追われて、そんな風に街ある、あんたさえよかったら。何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から。何？あんたを追いかけてんのがいつも偉そうにしてさ。それに分かる。まあ他に当てが。分かった。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。店の前のオーナーが仇じゃなかったみたいね。この先は劇場広場の方に繋がっ、でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろう。ああ、いつか街を自由に歩けるようになったら。ごめんね。一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けた奴が敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかった奴が負けるんだよ。ああ、そうだろうが。極道の世界に KO はねえ。俺なきり指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねよバカや。
張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地最後まで貫かせてもらう。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。